読売二つの玉筋。読売二つの玉筋第150回。いや早いやろ、早い。いやこのおめでとうございます。150回ですよ。手ではね、手では楽屋で乾杯したみたいな、150回です。うるさいなお前は。うるさいなお前は。なんだお前は。いや盛り上がっていきましょうよ。突っ込んで盛り上がっていきましょう。突っ込む。いや違う、ごめんなさい、本当に分かりますか。いやもう酒飲みすも早いですこれ楽屋で飲んだ。早いですって。顔が2人とも酔っ払ってる。150回目ということなんで、週にするところの150周目です。やばイエーイ。いやサンシャイン似てるな。あ似てるな。似てるんだよ。似てる。ヤダンさんにもちょっと似てる。確かに似てる。マケムの顔いいですか。ホンマキッドさん。ヤダンのホンマキッドさん。古川さんわかる。ヤダンさんのホンマキッドさん。もう一回いいですか。ああ受けてる、よかった。お笑い好きのスタッフさんだから。似てるね。似てますね。めっちゃ似てる。でも声出したくないから声だけ頼む。あわかりました。あじゃあこの合わせてアフレコみたいな。おーい。いいね。大丈夫だし、気持ちが乗らなかった。ちょっと違うもんね。ちょっと違う。頭さんみたいな。150回ですよ。すごいっすよ。確かに。さかのぼること2020年、はい、10月12日スタート。2000はすごい。かな、うん、ということで、10月の12日です、はい、確かスタートは。はいはいはい。その前の開局パーティーが。ああ、ありましたね。記者会見がありましたね。記者会見懐かしいですね。伝説のね。あのリムジンで、リムジンで新宿を走り回り、そうですよ、一緒にね、うん、同乗した、うん、あの巨乳姉ちゃん2人はどこ行ったんですかね。あ、いまだに僕ツイッターフォローしてますけど、うん、すごくバズってますよ。あ、そうなんだ。毎回そういうことなんですか。はい、あのグラビアみたいな、グラビアの方で、うん、あの結婚もされてる人妻グラビアの方で、色気があるんですよ。で毎回その上司の役として、はい、なんとかする上司、机の上にこうおっぱい乗っけて、朝の挨拶を見上げてくる上司とかで、毎回1万いいねとかついてる。未だに見てます。おっぱいでそんな行くんだね。うん、もう一人の方はちょっとフォローしてるはずだけど、あんま見ないんだ。やってるんですかね、番組は。あ、どうなんだろうね。あ、どうか、あの、この放送のアズリに入った。あの日は確か、そうそうそう、その放送を持つ、開局から同時に放送を開始する人たちが、なるほど、リムジンは何台用意したんですかね、あの日。確かに。あ、時間分けてんのか。時間分けてやってるから1台かもしれないけど、こういう1台ではなさそうだね。お一人ずつこうやってやってます。腕組んでこんな感じで撮ってましたよね。いや撮ってました。ユニフォーム着てお二人はリムジン。あ、リムジン降りて、はい、カメラマンさんがいて、はい、本当にスターのようにレッドカーペットみたいなところで、そうそうそう、カーペットなんですか。写真撮ってました。僕は写真撮りがかかれて。あ、いたのか。写真撮って、なんかここ通るよみたいな、ここ通るよみたいなところもうひたすら走ってた。でもう一回ここで降りるぞみたいなところで写真撮ってみたいな。やりましたよ、それ。カメラマン役で、まあ、その記者会見のスタジオに入るまで、はい、新宿を練りリムジンで走り回って、はい、まあ最初はね、こう人写真とか撮られながら乗って、はい、乗っちゃったら別に乗ってるだけですよね、はい、そうそうそう。で俺その日新宿バティオスで、はい、ゲレロンステージの MC やってた。おー、はい、やってたやつだ。あ、やってたね。で日曜日だったかな、なんか夕方に終わると、はい、でギリギリこっちリムジンのやつ間に合うってことで、はい、MC もやって、はい、慌ててあしゃしゃーっと終わって出て、はいはい、リムジンの集合場所行って、はい、新宿ね、ユニオン機が乗って、ぐるーっと新宿一周して戻ってきたのが、新宿バティオスの横のビルだった。一周して帰ってきて、すごい。まあそれはそれでいい。隣のビルで記者会見やってて、あそこら辺でやったの。そこで藤波辰巳さんとか、あ、そうそうそう、ジャガヨコさん、ジャガヨコさん、楽しんごさん、あ、いたね。アントニオ小猪木さんとかね。小猪木さんとかいた。小猪木さん、ひな壇パー。小猪木さんはまだやってるらしいよ。あ、未だにやられてる。ジャガさんもやってるんだね。あ、そうやってる、やってるよね。で、とその時なかったけど、井筒監督までやられてますから。あ、確かに確かに。あと、まあ、1万円だとスポンサーさんもいますよね、その巨乳の方も多分。あ、多分やってたら絶対にいるはず。僕らより絶対人気は。1万人いてもいいってこと、ね、まあそうですね、確かに。そうですね。いいにしてるやつは1人が1万出せば1万。確かに、そっかそっか。1万かける1万ですか。1万かける1万。いくらよ。1万かける1万っていくらよ。え、100万。いやそんなこと1万かける100が100万でしょ。だから1000万が1億で1億。おお、ありがとうございます。誰にどう ありがとうございますといえばですね、はい、この150回を記念してですね、はい、こちら、はい、炭酸とウイスキー、はい、今、はい、スタジオにこう届いてますけど、はい、これこちらのウイスキーですね、はい、え
自分たちで買ってきました。言っちゃってる。言っちゃってる。無音で多いでしょ。なんで言っちゃってるから。確かに。どしどし応募したね。まあね、京都は言わずも。ぜひね皆さんから、はい、150って確かにノリコノリノリさんからそう名指しすんだウイスキー届かないバレンタインに毎年来てるんですよそう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 バレンタインか、いやあれは美味しいんだよ、あの、美味しいですね。ボーモアをお願いします、はい、ボーモアっていうお酒をお願いします。ボーモア、はい、すっごい美味しいウイスキーが、ウイスキー、あ、じゃあちょっと直接言おうか、じゃあゼネタイ、ああ惜しい、でもこれはこれで綺麗だからいいね。先週と逆だよね。逆か。あ、そうでしたっけ。そうそう。なるほど。黒黒、ね、オレンジオレンジだったのが逆になってるという。こんな出てんだったら僕らもリムジン乗ってよかったそんな。結局ね。当時はもう当時は出すつもりなかった。いやそうです、そうですよ。そんな言い方もちょっとあるんですけど。あと一言も喋るつもりなかった。いや当時はラジオのイメージだったから、はい、俺らがここにいて、はいはいはい、ねそうだよねみたいなことスタート。そう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 。そうね、はいはい、で交互に来るよってやつね、はい。確かに確かに。そうそうそう。本当だ。石田さんがとりあえずこういうラジオ始まるからお手伝いで来てくんないからね。そうそうそう。もちろん行きますよって言ったら、で交互あれなくてやかべなんか隔週で。そうそうそう。ああでもそれはそれで寂しいな。二人いっぺんにおいでよ。手伝いは寂しいな。出ちゃいなよ。出ちゃってる、もう石田さんの独断で僕ら寂しがり屋なんだから、もうめちゃくちゃ喋ってる。それで青年隊出てるから、あんなコロナの時期に4人で、あんなコロナの時期に4人で、懐かしそう。コロナも超えましたね。そう、はい、今日はねその150回振り返る企画も用意してますんで、なるほど。まあちょっとオープニングお便り読んだら、はい、今日ね150ブー体験よりも150回の方がお便り多く、うん、あー嬉しい。これはすごいことですからね。ひなちゃんと古川さん、和島さん最近来られたんで、はい、そうですね、あの和島さんって安楽が、はい、あ、もう帰っちゃったか、あ、もう帰っちゃいました。安楽がジロジロ見てた女の人で、あの見てくれてるらしいから、はい、電車で帰り電車で聞いてくれてた、はい、だからありがたいですね、和島亜美ちゃんね、今から戻ってきてください。いやいや、あんまフルネームひなちゃんと古川さんも第1回は知らないもんね。これ誰かって誰か覚えてますか？これね、多分裏筋さんなのよ。ああ、そうですよ、裏筋さんです。見たわ、うん、はい、言ってたのよ、第1回で、はい、あの第1回の放送で言ってました、はい、あの玉筋の前が裏バナって番組で、はい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 、スタッフさんが、うん、間違えて裏筋って言っちゃったんです、はい、ブーってやってました、多分だからそれが裏筋さんなんじゃないか、ははは、多分第1回は局長の小町さんと裏筋さん、うん、なるほど、うん、なるほど、男男でどうしようもないもん。上の番組も一緒ですね、あのずっと。だからあの頃はスタッフさんね、はい、今若い女の子たちとか、うん、学生さんとかが多いけど、はい、そうだよね、むさ苦しいから。よかったっすね、よかった、よくなってるよ、ありがとうね、はい、あれこれまた新しいもしかしてポコちゃんが中で生まれたやつですか？いやいやいや、なんかあれが感謝ですよね、本当嬉しいですよね、ありがとうね。これ誰ですか？これ誰ですか？コーヒーは誰？あ、クーヒー、ハマってないですか？結果発表、結果発表、結果表じゃないです。結果表逆みたいなやつでしたよね。だから園長じゃん。あ、いやなんで俺に言わせないで。やばいよ。150回迎えて140回ぐらいのことも覚えてないの。それはちょっと寝てない、寝てないね、寝てない、朝から寝て仕事ある、ね、今日あれさ、ひどいぞ、んで顔がもう。朝何の仕事してたんですか？3日間、はい、あの4時起きの4時起き始発で、はい、炎天下の中1日中みたいな仕事をし、はいはいはい、すごいですよね、終わった後で、はい、まあ日焼けもしてる、まだ詳細言えないですね、まだ詳細言えないですけど、はい、まあ鳥谷隆さん、あの元阪神の、はい、キャプテン、遊撃手、はい、すごいすごいよ、勉強会選手ですよ、はい、ね、と一緒にこうロケで、めっちゃすごいですね、と一緒に炎天下見るんですよ、はい、楽しみ、まだ詳細言えないけど、日当は言えます？ここだけの話だよ。ここだけの話なんだ。いやでも1日炎天下いたわけですよ、うん、1日中炎天下、そんな疲れるまで行って相当だよ、3日間でしょ、だって3日間やばいですよ、3日合計の額言ってもらっていいですか？3日間、お、え、お、売れました、え、え、3日で15万、15万、え、やば、1万5000円え、1日5000円1日5000円、あれさんからその案件は僕らにも届いてまして、はい、絶対行くかって
すいません本当に。いやそんなことない、嘘嘘。あのまあ、はいはい、あの概要だけ見るとね、まあまあまあ、いやいや経験としていうか、はい、相当ハード、まあ、そうですね、うん、鳥谷さんのこと知らなかったですね。私、まあ、そう、俺も知らなかったの、行ってみて明日鳥谷さん、それはすごいこと、すごい。鳥谷さんもじゃあ5000円ですかその話したのよ。うわ、いいんですかそれ。それ大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、大丈夫な範囲で、はいはい、うんうん、その話して、いくらでやってんの、はい、向こうからかな、あ、あの、なんかすんごい仲良くなって、はい、うん、ですんごいノリのいい人で、はい、すっごい優しいんだけど、はい、安倍さんと違って、はい、おい、おい、今のは、今のはやばいよ、やばいよ、残っちゃうよ。前の余韻で見てるかもしれないのにこの前来てくれたからな、もう一回見ようかな、たまには見てやるかと思って見てるかもしれないのに、うん、で、僕1に5000円です、はいはい、話、はぁ、はいはい、って言って、うん、え、って言って、はい、鳥谷さんはいくらなんですか、うん、おー、聞いちゃったんだ、はい、聞いたんだ、すごい、って言ったら、はい、6000円ですって言って、おー、ボケだ、面白、そう、めっちゃボケ、まあまあまあ、面白い、うん、優しい、めっちゃボケで、はい、6000円です、はい、って言ってきて、はい、うん、6500円欲しいよなって。わあ、優しい。優しい。向こうが言ってくんだよ。面白い。なかなかじゃない。はい、優しい。このノリ。めっちゃいいっすね。やっぱ西の人だからやっぱそういう。6500円。いや、あのずっと阪神にいたから。鳥谷さんだって俺地元一緒。東村山。東村山。はい、いやだからやっぱその関西のそのノリも分かってるみたいな。なるほどね。こっちに6500円で委員会のツッコミまでやらせる鳥谷さん。はい、はあ、いやすごいですね。これはいい話。めっちゃ株上がりますねそれ。本当の額はマジで聞いてないですか。もう、あ、もう野暮、ね、知らないって言ってた。ああ、全部事務所に任せるから知らないって言ってた。振り込まれて気づく。入るまでは。入るまでは。じゃあ3ヶ月後に入って。入って。うん、怒るかもしれないですね。本当に。本当に6500円。本当に6500円だから。でも笑い話で連絡来るかもしれない。あ、確かに。あ、連絡先？聞いたのよ。うわ、そう。すごい。鉄人鳥谷隆。あ、鉄人、あ、そうそうそう。はい、すごいわ。行動力。人たらしだから俺。はい、いやー、そうですね。あれさんは本当に懐に入る入る。はい、年はあっちの方が上ですよね。42だから、うん、上ですけど。学年がもう中学中3の中学校被るんですか？はい。あ、中学校かぶる。向こう3年生で俺1年生。だけど、この今回の現場は、はい、俺初日から行ってんだよ。鳥谷さん2日目から来たから、はい、あの子先輩だって。あ、そうマウントはしっかり取ってる。ああ、面白い。ドラママウント。そしたら、先輩頼りになんねえなってすんごい言われた。なんねえなっていじってくれた。そう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 。連絡先交換したんすか？確かに。どうでしょう？連絡先交換した。ゲスト、ゲスト。確かに。いや、マジで。6500円で。うん、6500円で。ちょっと待って、玉筋のバンク的に6500円無理。おい、どこでケチですか。スポンサー、そんな人じゃないでしょ。確かに、でもスポンサーさんが鳥谷さん出すの。ああ、確かに今回鳥谷さん出るんですけど、確かに、確かにこれってじゃあジュリアスでもやれよ。いやいやいや、おい、来週来るんだよ。ジュリアス、確かにジュリアスの時もやれよ。誰々出しますって毎回言えば、うん、確かに、その毎月誰かを、ね、クラウドファンディングじゃないけど頑張って、その鳥谷さん呼びたいんですけど、うん、ギャラいくら用意できますか、はい、って言って、うん、確かに現役時代相当だ、現役時代推定でこんだけもらってましたと、うん、推定年俸、はい、でこれを1時間50分換算するとこんぐらいになります。だから奥を360度割って、はい、24で割って、はい、1時間取ります、はい、50分か、50分、はいはい、まあでも言ってそんぐらいなの。でもな、まあ、ここだけの話なのか、はい、なんか番組でも言ったって言ってるから、はい、いいかなと思うから今から言う、今言うけど、はい、コーチとかはやりたくないんだって。それはなんでかっていうと、はい、1年300日だろ。なるほど。で月曜日、はい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 、休みだって言っても、はいはい、週1回しか休みない、はい、コーチに休みなんかないんだって。そのなんかデータを積んだり、なるほど、次の対戦の編成を考えないといけないから、うん、やってられるみたいな。いやもう現役の時と比べちゃうんですね。もうあ、そう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 、はいはいはい、だったら今のこの位置で、そのバラエティとか、はい、そのそういうタレントとして、はいはい、の方が、じゃあトリゴアズリフムだ、だったらっていうことで、多分こういう単価も高くないとその話の続きが合わないから。あ、そうですよね。だから必要だね。有明壁は玉筋の月収いくらなんだっけ。はいはい、月収は8000円です。おいおいお前、鳥谷隆さんお前。あ、でもでもでもコンビニ弁当は500円です。4回出る、4回出る、1万、あ、1万だ、1万で、缶チューハイ飲めて。缶チューハイ、あ、ほんと缶チューハイ週2時間ぐらい。週2時間、うん、はい。で、累計で、累計で、1万2000円ぐらい。1万2000円、うん、いきます。
鳥谷隆さんは6500円で来てる。じゃあ半分で2ヶ月毎週来てくれる。大丈夫ですか、アリーバック言えますよ鳥谷さん。アリーバックと思うとか。いや言えないかな、どうかな、教えておきますね。じゃあアリーバック。でもめちゃくちゃノリがいい人だから。いや、そうそう、それも言ってくれるのは一回仲良くなるのマジですごい。いや、アレさんのそれはすごいですね。宮川ね、1ヶ月休んでくれればね。いやいやいや、宮川のギャラが僕ですよ。いやいや、そうそうそう、8000円出しますって言ったら、えいや、お前ギャラ8000なのにかわいそうだな。おい、別にただで見に来る鳥谷さん出るな。別にただでいいから。鳥谷さん来るでしょ毎月。ただ4 1ヶ月来るよ、絶対一緒。ということで、はい、鳥谷さん来るかどうかは、はい、さておきということなんですけども、はいはい、オープニングあたりやっていきたいと思います。玉筋ネームのりこのりなさん、はい、これ先週の放送終わり、こんばん、今週もとっても笑いました。どうしました。美味しそう。なんか濃くない？ちょっとこれ混ぜがないですよ。マドラーがない。マドラーがちょっと、ついちゃって。志村けん割り、上から足していく。学会とか言ってたけど。鳥谷さん、東村山出身だみたいな。本当さ、合わせて。合わせて。現場でも言ってたわ。鳥谷さんが。あのセカンド志村けんに似てない。そんな東村山ボケが。なんかその人をこう。なんていじるみたいな。俺言ってたら東村山ノリで。そう、確かに確かに。でかいよ。そういうところか。そういうところ。カルドがね。カルド。そうすね。ついてこいよ。マジで。行きたかったですね。でもこれでもこうなって今。誘ったんだよ。はいはい、まあまあ。来てくれましたね。ちょっとね、やっぱ。もうちょっと早く。そうね。いや、俺も前の日に来てるから。え、全然来た。そう。ポコちゃん休んだ。二人に。ちょっと休んでる。え？二人に、あ、三人に連絡した前の日に。二人、まあ、はい。いたけ。グループライン入ってるでしょ、それ、僕ずっと。違う話。どうせ来ないだろうみたいな。あさか疲れすぎて、もうその自分の見えるものしか言ってないや。あさもうあのオープニングライン読む時間なくなっちゃったんで、もう終わりです。かわいそう。俺のせいでかわいそう。企画がね、結構あるんで。確かに、ちょっと。150回ですからね。そう、大事な回。のりこのりなさん。こんばんは。今週もとっても笑いました。大鍋つねさんの浮気が、またしてもあり。安楽さんが悲しそうな顔をしてました。これちょっともう、僕ちょっともう、追いかけれなくなってるんですけど、どういう今。今、のりこのりなさんの中の頭の中ちょっと追っかけながら。そうです、ちょっとあんまりちょっと僕。安楽さんは優勝を目指して、頑張ってお金を貯めて、コロナ禍で行けなかった新婚旅行の予定を立てていたのに。優勝？まそこまで。だからラーメンハヤトのやつかな。ああ、新婚旅行行きたかったと。なるほど、はい、行きたかった。なのに大鍋つねさん、安楽さんに軽い火遊びもしないと約束してください。にゃんさんの彼氏に殴られますよと。それはちょっと謝ってね。全然。面白い謝り。確かにね。どうも。僕が軽率な行動とってしまい、本当に申し訳ございませんでした。うん。ああ、二人で。これ誰が悪い？僕が助けられた。で、今押してて、今から読むね。スーパーストロングボッキマシンさん。普通のお便りが、これは矢壁に読んでもらいたいと思います。これは2ページにわたってます。ちょっと終わってるやん。オープニングだからね。そう。早めにね。こんばんは。こんばんは。今熱い戦いが行われている甲子園。お、甲子園。選手のプレーはもちろん注目です。が、勝った高校が称えられる効果に注目したことがありますか。もうおなじみの常連校の効果やアニソンチックだったり、有名歌手が作詞や作曲した効果などたくさんありますが、今回は効果の曲の長さについて、普通は一番のみ演奏されますが、今まで出てきた効果で一番長くて約2分という学校がありましたが、逆に一番短くて15秒で終わる、一番が終わる学校もあります。そうなんだ。今回ベスト8の沖縄尚学がそうです。東女君のこと。あ、はいはい、1番が短い場合2番まで歌われるのが通例なのですが、沖縄尚学では1番のみなんです。なぜか考えてみました。すると2番の歌詞に眼下に漂う、マンコの水の歌詞がありました。マジで本当ですか。効果に入っちゃってるの。15秒で終わる理由は、だから言えない。あ、でもあ、じゃあ逆に言うと効果であるからもう。誰が悪い？いや、誰が、いや、めっちゃいい情報。確かに。なるほど。そうなんだ。
やっぱ歌うとどうなんだろうね。じゃあ歌ってみて、うん、ちょっと。で2番ガンガンに漂うマンコの水をダメ NHK ダメです NHK ダメです意識してる琵琶湖みたいに琵琶湖じゃないです逆に強調してるから逆に強調してるこうです効果は意識しちゃってるしてないです高校球児は全員歌いますからはい、いい情報ですよね確かにこれはすごいですね、そうなんだ、そういう理由があったということで、はあはあはあなんだもっとあれかと思ったら、はい、余計な長いやつかと思ったらいや確かにめっちゃいい情報すみません僕さんありがとうございます絡めながらねいいこと言いましたね、ということで、はい、じゃあ CM 挟んで、はい、150回記念のコーナーに行きたいと思いますあ嬉しい、この番組は有限会社吉田組さんと、はい、小田原うろこさんと、はいリラクゼーション由楽さんと、はいラーメン屋さん、はい、そしてこちらを、麺処鑑鉄さんのデクルをお届けしております。それでは CM ご覧ください。どうぞ。乾杯。お待たせしました、アサリグラタンになります。うわお待たせしました、金目の煮付けになります。うまそう。お待たせしました、イートタツクでチヂミ風になります。待ってました。お待たせしました、お会計になります。うろここんにちは、んこそばさよ、おならブーただいマリオネットあー最近ブーのしすぎで体が凝ってるな。そうだ。いやいやペッペはいらんやろ。もうペッペはいらなかったでしょ。生き返る。そっか。いや僕あ交通でここまで。さあお便りお便り来ております。はい、ありがとうね。氷取り行ってくれたんだもんね。すみません。やばい。やっぱり寝てない酔っ払うになると俺足組むんだね。あでも映ってないから。映ってない。膝映ってない。ここだけ膝だけガンって当たんない気をつけてください本当に。ひっくり返っちゃうの。本当にこぼしたら今日はね大惨事。やばいやばいやばい。今お便り来ました。玉筋ネームくまもんさん。はい。祝150回おめでとうございます。ありがとうございます。くまもんさん久しぶりじゃない。そうね。めっちゃ久しぶり。嬉しい。見てくれてるんですね。前番組の藤のママが体調不良で再編集ものばかりで、そうですね。お酒が番組に出ない代わりに。はい。まさかのこの番組でお酒出るとは。あれさん、うん、藤野ママの代わりに新之助ママとして女装で着物の格好をしてお酒配信やってください。ぜひということで、じゃあ来週2週2番組続けて、そうですね、リクエスト来たんで着物やし、黒塗りもやってないから、そういえば忘れてたけど。ああ、ああ、忘れてた。じゃあ黒塗りと着物で。来週ジュリア作るのに。着物黒塗り。いやいや、もうめちゃくちゃ多いよ。多いよ。再来週です。再来週ですそれは。再来週ですか。再来週です。多いです多いです。はい。それから玉水ネームゆうせいさん。ゆうせいさん。150回おめでとうございます。うん、ありがとう。全員揃わない時もありながらここまで毎週積み重ね。まさに鉄人ならぬ鉄番組ですね。いや、本当にすごいですね。そんなめでたい日に個人的なことですが、うん、スマホを割ってしまいました。大画面にしてみると安楽さんにひび入っております。あ、ナイス。何事も起こりませんようにそっち側がだから心霊写真のなるほど、こう横向きかなんかした時に安楽に不吉な男ことがあるんじゃないかと。なるほど、心配してくれて。その時によるでしょ。こうすればやかめに。こうすれば僕か。こうしても一緒よ。あ、ほんとだ。そっかそっか、くるんであるのか。そっか、結局そっか。何回やってもこの位置が割れてんだよ。全部割れよ。じゃあ携帯の縦にすればいい。まあ、縦だったらそうですね、結局。縦、まあ落ち着けよ。まあまあ、飲め飲め。そんなことないです。怒りすぎですもんね。どうした、大丈夫か。大丈夫ですか。中途半端にいじってくるやつ多いですね、最近。安楽のこと。認められてきてるんじゃない。あ、なるほど、ありがたいですね。安楽のキャラがね。安楽さんもね、そろそろ矢壁に飽きてきて。おーい。でも安楽をいじる人といえばこの人が来てます。誰ですか。玉筋ネーム、トタンコさん。あった、マジでこいつ。玉筋の皆さん、こんばんは。こんばんは。先週は来られなくて残念。あ、それにしても安楽、はい、1回戦通過おめでとう。あ、素晴らしい。なんだよ、先に言ってくれよ。審査員に身内がいるなら言うってさ。あ、そう、ふざけんなよ。じゃないとこの結果はおかしいよな。褒められたもんじゃないけど。じゃないとこの結果はおかしいよな。何はともあれおめでとう。はい、
150回もおめでとう。いやーほら、あーよかった、ちょっとおめでとう、そうなの、ね、いやいやいや、え、そうなの、疑惑出ましたね、ちょっと、いやいや、そんなわけないし、その、だ、誰がおいつ、その、だ、誰だ、トタンポさんは、トタンポさん、ポコちゃんの、ポコちゃんの、あの、すんごい、あの、いい人、あ、本当ですか、うん、弱いい、え、でも先週、うん、あの、北海道なの、はい、地元が一緒で、北海道に、はい、あの帰省してて、はい、あのこの番組のことをちょっと忘れちゃってて連絡できなかったので、連絡したかったらしいのよ、すっごく安楽に、あ、2回戦おめでとうのこと、はい、だけど忘れてさ、ごめんなさいみたいな感じで、こう俺にはうまいって、あ、めっちゃいい人じゃないですか、安楽さん、めっちゃいい人、ね、なんか悪いやつだったらしいよね、悪いやつだったらそのバーンって言えるけど、そのいいやつ、いいやつ、いいやつだったらね、なんかそのいいやつがこういうふりしてる、うん、で、あれですか、性別はどっちなんですか、あ、まだわかんない、はい、え、どっちですか、じゃあ、言わないとこ、え、じゃあ、言ってください、もう本人からのいい人だったらって、はい、いい人だったらって、はい、あれだ、あ、いい人だったらいいの、え、だ、うん、はい、男性か女性かだけ教えて、それだけ教えて、あ、なるほどね、男性です、できんです、すいません、すいませんじゃあ、はい、ほんとに、はい、はい、え、女性、なんで150回目なのに、はい、今渋ったんですか、誰がどう見ても男性です、できんです、流れが、ちゃんちゃん150回目、ねえ、ひなちゃん150回目、誰がどう見てもね150回目なのに関係なくない、スッといく流れだったよ、まあ、まあ、まあ、お楽しみにじゃない、続きは160回目でみたいな、200回目で言います、どう見ても分かりやすい、関係ない、あ、そう、僕も、はい、いや、なんか今後、これが、こう、はい、男性なのか女性なのかが、それで盛り上がりたかった、盛り上がるのかなとも思ったんだけど、そういう選択肢もあったわけ、安楽もできの準備できたもんね、できんですって言おうと思ってたのに、もう、あー、なるほど、いやー、でもやりましょう、まあまあ、もう時間が時間なんで、いや、やばいっすよ、もうもしかしたら今日、ブー体験、ちょっと、はい、お休みですか、ね、お休みかも、それぐらいお祭り会なんで、盛りだくさんでしたもんね、はい、150回にまつわるお便りいっぱい来てるんですけど、その前に、ちょっと番組の方で150回を踏まえた上でというか、その準備しました、はい、いろいろと、どういうことですか、過去の玉筋を振り返ろう、おー、え、どういうことですか、これは、はい、まあ、皆さんにもお便り送ってもらったんですけど、はい、それとは別にこれまで150回の歴史を経た玉筋の、はいはい、クイズを出します、皆さんは出演者だから絶対覚えてるだろうというので、はい、当たり前だろ、確かに当たり前だろ、当たり前ですよ、はい、自分は出てんだから、そうだぞ、確かに僕ら経験してるわけですもんね、うん、ということで私片岡がですね、はい、うん、おいタイミング、おいおいすいません、これは1回目から治んないです、もう何なんで急に飲みたくなったんですか、お酒があったら、お酒は寝る前にあるね、いや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 、もうこうやっちゃって、すいません、気づけんじゃん、はい、もうロレットもあり、もうお酒が目の前にあるんだ、もう目もだんだん、番組始まる前に何杯飲んできたんだっけ、4杯何やこれ、そんなお祭り、そんなということで、はいはい、僕がこの1週間で、はい、玉筋第1回から、はい、第149回まで、すごチェックして、ね、クイズを作ってきましたんで、あなたすごいね、ありがとうございます、すごい、クイズを皆さんが今ですから問題出しますんで、はい、いつまで当てることができるのか、視聴者さんもね、ぜひね、スタッフさんも分かったら手、スタッフさんも分かったら手、確かに、みんなでやろう、もう確かに見てくれてるんで、それではいきます、玉筋150回クイズ、いやー嬉しいな、作ってきた甲斐があった、これは嬉しいですね、玉筋150回クイズ、うわー言わないと、チキ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 第1回第1回チキチキ玉筋150回クイズ、わあ足組んでる、え、酔っ払ってる、おねえみたい、半ズボンすぎませんこれ、半ズボンね、ダメ、パンツの丈なんだよ、うん、そうそう、はい、いきますよ、はい、これ早押しじゃなくて1問、1問につき1等にしましょう、あで正解 VTR 用意してるんで、おえー、そちら見ながら、嬉しい、おもろ、いきます、はい、はい、第1問、はい、玉筋の記念すべき第1ブーのボケとタイムは、ボケタイムって何、はい、これは、はい、第1ブーなんで分かると思います、はい、第1回に出てます、まあ、確かにこれは、はい、1回目のボケが何だったかというのと、はいはいはい、何分何秒で出たかを当ててほしいなと思いまして、え、これでもちなみに今日何ブーから始まった、8とかですか、俺さっき思ったんだけどさ、俺がブーしたのめくんなかった、めくりました。めくりました。
これダメよこれ。あれさんおいおい、ちゃんと仕事しろよ。ちゃんと仕事しろよ。ブザーで坂本さんが、坂本さんがヒット例えば人のヒットね、人のヒットで人のヒットでネフーちゃん1億本ぐらい1億あんだぐらいるやるんだからそこまで俺任されてないわえ、まさかの不正何本か人の入ってんじゃんこれ1200ちなみにこのコーナーは35分までに終わらせたいんで、あと5分なんで、ええ、あ、じゃあこれ5問あるんでクイズ、どれだろう、ちょっとマジで覚えてないけど、いや予想でいいですか。あ、じゃあ、はい、なんか進行役の石田さんがちょっと噛んだりとかしてブーで、うん、意外と早い30秒とか30秒ぐらい。で、僕結構違うと思います、うん、僕は最初第1回です、うん、に安倍あれ新之助です、どうも片岡なんとかなんとかしてたみたいなの初期めっちゃやってたじゃないですか。片岡なんだ、片岡うわ、なん、あ、松之助とかなんか愛之助さんにしました。愛之助で、でだからもう一分もない、35秒ぐらい、35秒、はい、うわそうだ、絶対それだ。それじゃあ、あれさん行きましょう。あれさんちゃんと見てますから。じゃあ同じで、うん、それで、うん、同じとか同じあれいやバリエーションなんでカットなんでカットって、いやもっとバリエーションで、ああそれも当たりたい、可能性ありますね、当たりたい、なんでそこで同じで、バリエーション片岡、はい、歩みあゆみ、あゆみ、金ちゃん噛んじゃった、噛んじゃった30秒、愛之助さん35秒、35秒、30秒、30秒で、1分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 、片岡あゆみ、あゆみ、あゆみ、それでは、いいですか、皆さんイヤモニしてもらって、おお、それでは、正解 VTR、それ、絶対それだ、ご覧ください、どうぞ、初期やってましたから、阿部二軍監督のモノマネします、あれ、しんのすけでーす、あ、ユニフォーム着てるじゃん、そして、片岡鶴太郎です。あーあああ秒数が38秒。あーあーあーほらほら全員不正解。鶴太郎かー。愛之助、歩み、噛む。残念ー。でも、秒数のニアピンとかも30秒。残念。でもめちゃくちゃすごくない？すごい。僕はちょっと見てください。最初チョキめっちゃやってたじゃないですか。これならいけるかも。ほら。すごいな。ほら、僕、玉筋合い舐めないでください、本当に。はい。玉筋合い。すげーなー。ということで、第1回からのクイズです、これは。はい、なるほど。うーわ。やっぱお花とかあって、ユニフォームでしたからね、2人が。懐かしいね。はい。めっちゃいいですね。それでは、第2問。はい。いきたいと思います。阪神のユニフォームを着て、うん、玉筋にやってきた安楽、はいはい、着てた、懐かしい、どこのファンか聞かれて答えたらチーム名ははい、これはもう言っちゃったらあれだから耳打ちに、うん、あ、でも言わないとあれか、じゃあせーので、はい、じゃあまだまだ、あ、僕もう分かります、もうだからちょっと騙す、はいはい、せーので言う、ああ、はい、これ同じってなっちゃうから、はいはいはい、あ、せーので言います、あ、はい、じゃあちょっと待って、はい、思いついた、あ、分かる、じゃあ、分からん、覚えてない、僕、ね、めっちゃ覚えてます、でもどんななのか覚えてるんですよ、阪神のユニフォーム着てきてて、はい、僕は、はいはい、どこのチームのファンか聞かれて、はいはいはい、言った言葉があります、はい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 、うるさいなお前めかめ自分が分かってるからはい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 人形がすごいずっとアルビバックって言ってろアルビバックじゃあ答えもアルビバック違うから一文字目ちょっと教えてくださいいや、分かります、一文字目って分かる、あと2分でこのコーナー終わりえ、これ全何問5問ある5問おおもう行きましょう、オッケーオッケー、いいよ分かんない、僕覚えて、あの覚えてですよ、石田さんにあんたがこうやってボケろって耳打ちされて、それもそうあの前後逆というか、そうすごい覚えてるんですよ、僕、あ、何それ、当たりますよ、じゃあ分かります、じゃあもうせーので言いますよ、そのチームが分かんない、せーの、カブスシカゴ、はい、カブスシカゴ、はい、横浜 F マリノスって言いました、横浜 F マリノス、下半身タイガース、下半身タイガース、カブスシカゴ、カブスシカゴ、カブスって夢を間違えて、正解 VTR をご覧いただきたいと思います、こちらです、どうぞ、これ巨人の番組だったのに、すごいね、カブスシカゴ、ほら、正解はカブスシカゴ、すごいな、なんで、すごいな、玉筋愛ですから、すごい。愛ですよこれは。あとはすごいね。これはめっちゃ覚えてるタイプだよ、だからシカゴカブスって言ってねって言ったのにカブスシカゴって言っちゃった思い出は。めっちゃ面白かった。僕の中でめちゃくちゃ面白くてそれ。これ第1回の思い出ですね。緊張しすぎてね。
まだ寝る余裕がないときあと全然別人形立ってる別人でした丸第3問、はい、あれしんのすけが1回目の玉筋ってスポンサー2社だったんです。はい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 、そうですね、はいはいはい、ああ、はい、覚えてますよ、はいはい、これ言っちゃいます、はい、吉田組さんと K&K チクロさん、はいはいはい、吉田組さん今ねお世話になってます、うん、ありがとうございます。当時あれしんのすけがスポンサー候補に挙げていた会社の名前はということで、これはさらっと言ったからこれ難しい。え、な、何個？一個？これかな。あ、俺もちょっといけるかもこれ。はい、いや、俺普通になんかわかる気がする。これかな。じゃあもう僕も言いましょう。はい、その時期でしょう。はい。日テレジータス。日テレジータス。僕も日テレジータスでした。SSK。おお、なるほど。これはもうサクッと見ましょう。なんで第3問いける？なんで SSK？ 第3問の正解 VTR こちらです。もしあれば僕ら。今ね、ちょっとこれも言っちゃっていいかな、うん、あのスポンサーさんになってくださいってお願いしてる会社がいくつかあって、うんうん、あのまあ、なってくれなかったとしてもちょっと言うわ、うん、お前お世話になってる方だし、はいはい、あのね、ゴーゴーカレーあったえ、あったあったわ、これ全然違う、なんと自信あってなんで SSK 逆にいや、今の流れだったら日テレジータスかなと思うよね。あんな言い方だったらね。あとその時だってやってましたもん、多分。やってたし。ジータスやってたから。ジータスね。はい、ゴーゴーが、あー、そうだ。断られた。偉そうに。ゴーゴーカレー。断られたんだ。なるほど。うわぁ。ということで、ゴーゴーカレーが正解。なるほど。これはただ、ね、まあ今、K&K チクロさん出てましたけど、はい、当時から吉田組さんがやってると思うと。いやー、ほんとにね。これはもう頭が。ぜひまた、ゲスト来てほしいですね。ちなみにゲスト来る予定あります。おこれはまあ後日、伝えますけども、9月中に、嬉しい。来ると思います。嬉しい。吉田社長を皆さんでお迎えしたいと思います。さあ、今のは第1回からの出題です。なるほどね。うわー、では第4問。はい。これは難しいんじゃないかな。いきます。はい。現在こそ、大鍋つねと名乗っているやかべですが、はい、最初の自己紹介で名乗った名前は、大鍋つねじゃないの？大鍋つねだって、これこの番組始まる前の玉、うん、読売2つから次男手伝いから、ね、から大鍋つね言ってるから、うん、大鍋つねさあこれも元祖がいたね。元祖がちなみに安楽はだから、まあぬるぬるって安楽と名乗って長い多分そうね、そういうことだね。なんかやってたもんね、ずっと自己紹介ボケ。やってた。元木さんみたいなやつじゃない。毎回用意してきた。さあ10よ、10。うわ、むずい。8、え、なんつったっけ？ 7、6、5、4、3、2、1。これせーのでいきましょう。ええせーの。巨人の王子。はい。モノボケだよな、鼻毛ボボ男みたいな、なんかなるほど、あったね、そういうのなんか言ってた気が、あれさんはうん絶対違うし最近でしょ、これここ3ヶ月ぐらい実は言ってて あ、なるほどね、副作用の肝副作用の実は言ってて、まあ、僕がヘルメットかぶってたら巨人のコーチとかなんか安楽さんの振りのために巨人のコーチなの誰あ、コーチはじゃなくて、そのなんていうのなんで誘導してんの答え、いや、惜しい、あどうする、巨人の監督じゃあ、コーチの中のあ、ズバッと言っちゃう、何コーチヘッドコーチ違う、打撃コーチ違うランナーコーチえじゃあ、行こう、ズバッと言っちゃう、守備走塁コーチじゃあ、正解 VTR 行きましょう、正解 VTR 4番目どうぞ、ありがとうございます、そんなこと言う、自己紹介だけちょっと、はい、僕が、玉筋青年隊1号の大田別でね、おい引っ掛けやないか、おいおい、ずっと大鍋つだろ、ごめん問題文もう一回読んで現在でこそ、はい、現在でこそ大鍋つの名乗っているやかべが、はい、もうそこだよね、最初の自己紹介で名乗った名前はずるいよね、そこずるい、あと何やんの、コーチチャンス、なんで僕にコーチチャンスあったんすか、ずっと大鍋つだよ、ね、当たり前よ、だから大鍋つって言ってたのに記憶なかったとか、ランナーコーチ言った記憶ないな、変わってないじゃんお前変わってすごいじゃん、現在でこそがもう、これがもう引っ掛けすぎる、たまにはやりたくなる、こういうの150回大鍋つらでね、ちなみに今のは第1回からの出題でした。なるほど、あ、第1回、お、あ、どうぞ、そうでしたね、全部ということで5問あるんで、あ、なるほど、ちなみに今のところの正解数は集計してません、おい僕当たったやろ、なんかでなんかで当たったやろ今やってたから、これあ、そうですね、寂しい、
で、あの35分まで終わらないとこれ読めないです。いや、もう40分いけない。もうやばいです、ね。じゃあラスト1問いきましょう。サクッといきましょう。ラスト1問、はい、いきます。はい、第1回玉筋の。おーい、ね、もう第1問からや。早いね。1回しか見てない。50分しか見てない。確かに。50分で、その150かけ50と思ったら、確かに。50分しか見てなかった。俺は持つ見れるか全部なんか、おい。全部映像に花があったから、もうその分。寝るか。全部一緒。立ち位置も全部一緒。第1回クイズです。なるほど、第1回。第1回クイズね。そんな第1回クイズの、集大成。はい、第1回終了時の、ブーの数は、うわー、これどうよ。いや、言ってると思うよ。気合入ってるし。だいぶ気合。1211ですよ、今、150回で。でもさっきチャンスあったわけですもんね。もしかしたら。あ、過去の部位でも最初の方毎回20ぐらい言ってた気するの。おお、1回ずつ、うん、ワン、じゃあもうせーので言っちゃおう、はい、せーの22 21 12 12。じゃあ僕はじゃあ、5、意外と少ない。ああ、なるほど。ああ、これ当たった人、はい、7兆ポイント、優勝の可能性。勝ってた。おい、なんだこのルール。それでは正解 VTR お願いします。どうぞ。こちら見えますか。おお、はい、ですね、あ、もうダメだ、俺もうアズリンク .com、 件名を玉筋にして、中身はね、長っ、送りたいものに送っていただけたらと思います。さあ、20回来ました、もうなんとかね。ということで、正解は20回。惜しい、惜しい。やっぱそう、やっぱ20回だよね。おお、すごいすごいね。ちょっと最近出てなさすぎ、ということで、番組終了10分前です。あ、10分前だ。もう終わっちゃいますね、皆さんから募集した150回記念を祝う回なんで、はいはい、確かに一回 CM 挟んで、あ、じゃあサクサクいきましょう。じゃあね、はい、優勝は、はい、なし、まあ、なし。いや、僕でしょ。僕1兆あるやん。いや、1ポイントあるやん。最後1兆ポイントで、うん、最後リセットなんで、え、カブスしか当てたやん、はい、いや、なしです、なし。第200回でということで、一回 CM 挟みたいと思います。勝負。 CM をご覧ください、どうぞ。ジャーメンハヤトの頼み方、まずはオーダー表で自分の食べたいラーメンを選びましょう。お願いします。はい、ハヤトラーメン、麺固め、スープ濃いめ、背脂多め、ネギ抜きでよろしいですか。あ、あと太めにしてください。ラーメンハヤトではお客様のお好きなラーメンにカスタムができます。あとチャーシュートッピングと餃子一皿とライスお一つでよろしいですか。最高です。トッピングやサイドメニューもオーダー表から選択できます。あと生ビールもお願いします。お前はあります。もちろんアルコール類も充実しています。お水はセルフサービスとなっております。ラーメンハヤトで自分好みのラーメンを。さあ、お便り届いてます。はい、植物焙煎、はい、オープニングのお便り送りましたが、はい、印刷漏れですかね、大したこと書かれなかったのでいいですが、ということで、ね、漏れちまった、すいません。漏れちまった、漏れちまった、漏れちまいました。飲みます。大丈夫ですか。読んでくれんだ、ありがとう。玉水ネーム、植物パイセン、改め植物パイパン、はい、なんだよね。コウスケさん、達也さん、コウヘイさん、ケンゴさん、スタッフの皆さん、スタッフスポンサーの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。ああ、リスナー、先週ね、リスナーも言ってないぞ、ね、そう、思ったから優しい。玉水150回おめでとうございます。いや、もうアーカイブを見直して、過去に投稿していたリスナーさん全員の名前を羅列しようかと思いましたが、さすがに番組の尺を根こそぎ奪ってしまうのでやめました。確かに、はい、確かにな。今回は裏垢のアルテミスでも投稿するのでよろしくお願いいたします。楽しみ、まあ、読めないけどな。羅列とか言うはちょっと読みづらくない。厳しいな、ずっとパイセンに厳しいんですよ。ラ行が多いと。お、玉筋ネーム、え、どれ、初めましてだ。え、玉筋の皆さん、こんばんは。こんばんは。はじめまして、シロって言います。シノさん、シノさん、150回おめでとうございます。ありがとうございます。お、ちょっとしたブー体験ですが、アレさん用に残しておいたコイン、他のライバーに投げました。ポコチャリスナーの方だ。ポコチャリスナーの方だ。明日課金しようと思います。つまらないことですいません。ありがとう。あ、知ってます、シノさんは。シノナナタマ。あ、なるほど。シノナナタマにね。いや、わかんないですけど、なんで、え、あれさんもちょっと羅列が弱くなってるから、ちょっとシノナナたまに、シモナナ、シノナ。でもあれさん、今日ブー体験やってないんで、はい、これはどうできんの。ちっちゃちっちゃちっちゃ、酔っ払うと声ちっちゃくなる。ぜひぜひ、あの、あとでね。ということで、皆さん、お知らせがありまして、はい、今日はブー体験中止です。中止。来月に、あ、来週にも、来週も、でもジュリアスさん来るから、ジュリアス来るからね。再来週ですね。
再来週。わかんない。わかんない。まあ、ジュリアスに読ませればまあ。ジュリアス読ませる。その代わり150回記念めっちゃ来てるんですよ。はい、いや、これは絶対やんなきゃいけない。本当にありがたい。鮮度ありますから、これ、ね、これは。150回記念、こんな時代もあったよねー。イエーイ、こんな時代もあったよねと。あ、ちょっと時間ないね。みゆきね。気持ちよかったのにな。いや、いや、中島な。えあんま下の名前で呼ばないです。同級生みゆきでしょ、うん、彼女と申し下の名前であんま呼ばないです。あ、そうなの。彼女、同級生、彼女、俺もよくケイスケのライブ行くんですけど。あ、桑田でしょ。あ、ぶんせん。あんま下の名前で呼ばない。あ、ぶんせん。同級生や。友安のライブもよく行くんですけど。固定ね。あ、ぶんせん。あんま下の名前で呼ばない。世代か世代か世代とも。違うわ、世代は。ふざけんじゃねえよ。確かに。今行きます、今の。世代といえば、何世代で言えば、いや鳥谷さんもほぼ同じ世代、うん、あ、まあそうね、2個しか変わんないから、うん、あのパイのパイのパイって言ったらチンチロリンって返ってきたよ、ちゃんと。それ知らないですけど。マジで知らない。マジで知らない。志村けんさんの大丈夫だ知らない？大丈夫だ知ってる。大丈夫だ知ってる。大丈夫だ。の歌、歌のコーナーがあって、歌知らないです。パイのパイのパイ、もうチロリン知らない？僕知らないです。ちょっとさ、本当40代と20代なんです。ええー、40代と20代なんです。ああ、ちょっと本当に終わるんだよ。普通の会社だと絡まないよ。よかった。一緒に飲まないですね。世代間めっちゃ部長クラスだもん。部長クラス。残り4分。やばい。やばい。やっぱ本当に行かないと。今日ちょっと延長できない。いやダメや。ダメや。なんですよ。延長。できる？あ、できます。あ、やばいやばい。読みます。読めるだけ読みましょう。玉筋ネーム武蔵丸のりっぺさん、はい、150回記念おめでとうございます。玉筋って言ったらできんかなかな、うん、ごめんなさい、できんですかな。あ、嬉しい、地味に次の日へこんでました。あ、じゃあ影響あるんですよ。 DM さかのぼるといろんなことが起こりすぎてるなと思いました。おー、本当はこれあのこれに思い出話を膨らますつもりのやつだったんですけど、今日は読むだけ。でもそれ嬉しくない？すごいですか。でもこう言えばって、まあね、愛を持った出来なんでね。確かに、はい。あ、これあれだ、パイセンのやつさっき。あなたがね、玉筋ネーム白いキョトンさん。おお、キョトンさん。ガタオカさん、アレさん、安楽さん、大鍋先生さん、玉筋150回放送おめでとうございます。ありがとうございます。私が印象に残っているのは、はい、大鍋つねさんがつけ麺に1週間もなったことです。はい、あ、そうですね、あ、1週間、ね、キョトンさんなんかな、確か。そうですね、私が小ふざけて、はい、つけ麺になってみると投稿したら、まさかの採用されてしまって、小ふざけに戻ってきた採用がないから、ふざけじゃない、小ふざけ。いいや、もう、ふざけで伝わるね。めっちゃむかつく。そのしょうもないことに付き合って、お前みたいな。ないや、これ。本当にお肌のダメージなどの面からも、本当にごめんなさい。どうか好きな冷えたニベアクリームを塗って整えてください。ああ、そうですね。ちなみにニベアクリームはドイツのハンブルクが発祥らしいです。知らない知らない。大丈夫、もう続きますね。僕発祥で選んでないから大丈夫。面白いね。僕ドイツ製しか使わない。懐かしいね。懐かしい、そうですね。確かにつけ麺生活ありましたね。玉筋ネームのりこのりさん。はい。玉筋ファミリーの皆さん、今日はこんにちは。お、朝9時3分。おお、遅い。こんにちは。これおはようございますっていうべきです。なるね、はい。オールスターかな。9時ですか。150回おめでとうございます。はい。玉筋が始まった頃はアレさんがブーしても、うん、なかなかポストカードがもらえず、字でももらえてる方が羨ましかったです。まず、あ、なるほどね。あ、のりこのりさん的に、なるほどね。その200枚僕配ってた時期あったじゃないですか。そうだね、はい、字を60枚とかやってた時期あ、そういうことか、羨ましかった、うん、そういうこと。のりこさん懐かしい思い出ですと、うんうん、ブータケン読んじゃっていいですか。ねえ、なんで、ブータケンはなかったのでお休みです。これ無効です。なるほど。これ無効です。これ無効なんや、はい、来週やってください。厳しいですね。めくってはいいよ。めくってはいいんですね。あ、あと4枚。玉筋で巻きすけさん。巻きすけさん。おお、放送150回おめでとうございます。毎週世の中を明るくしてくれてありがとうございます。世の中を明るくしてくれて。これからもたくさんの映画を作っていってください。楽しみにしています。アイドルみたいになってますね。150回のやつ。はい。玉筋ファンを筋っ子と呼ぶの、今はあんまりしないですね。言ってたね。勝手に飽きんこと2人で。筋っ子1号2号って語ってました。
ああ、当時それ言っちゃったのかもしれないね。確かに。2人は1号2号みたいなね。あ、あと2通です。はい。玉筋ネーム復活パンダ。おお。ああ、ずっとありがとうね。150回おめでとうございます。確かに。ベテラン。私は第1回から見ているのですが、うん、特に印象に残ったのは、はい、石田さんが二日酔いで休みで、うん、アレさんがアズリの場所を間違えて休みで、安楽さんが電車で寝過ごして休みで、お最後、唯一スタジオに着いたは、ついたはずの大鍋つねさんが口からただ物を飛ばすだけで 役立たずだった回がそんな回ないやろ今でも頭から離れませんよ。いやいや逆にそうやつ、ね、確かにね、あの時はごめんな。ないやろないやろ。あれだね、ちゃんと来いよお前ら、ちゃんと来いよ逆に、ごめんな、ちゃんと来い。そして最後、はい、間に合う間に合う、あと10秒ある。玉筋ネームスーパーストロング出たよー。ポンチンチン、拍手が出るね。ポンチンチン、玉筋150回記念おめでとうございます。いや、おそらく第一回から見てるのはおそらく私だけではないでしょうか。いや、あ、でもじゃあ本当そうですね。玉筋の黒歴史ベスト7を探してきます。7は多い、多いな。10秒やばい、お前聞いてるから、聞いてる、多いな、多いぞ。第7位、7位、ガタオカ関係で順位級獲得し、あー、すごい。第6位、第6位、石田純一と名乗り出す。あ、そうだ、第6位、はい、玉筋メンバーの応援歌ができる。ああ、できた、できた、はい、これ来週なのか。いや、でもジュリアスさん来るから、こんだけ盛り上がるんだったらこれ確かに、これちょっと、じゃあ再来週に、来週に延長。じゃ、これはちょっとそうっすね。これは来週に持ち越します。これさらっといくのも確かに、ということで、嬉しい。白い巨頭さんだけできんです。すいません。以上、151回目の玉筋はジュリアスが来ますんで、ヤクルトファンの皆さん投稿しております。す、ね、これはね、あのボキサレーズは来週読みます。ちょっとボキサレーズ大事に見ます。来週いけるんすか。それでは皆さん、ありがとうございました。ワンツーワンツースリーフォー、曜日を考えよう、分別大事だよ、よく考えよう、お前もゴミだよ、ブー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 、ゴミ横